こんにちは、翔太です。今回なんですけど、2023年最終版のですね、皇室のキャラ使用率ランキングやっていこうかなというふうに思います。今回なんですけど、これまでで正直一番衝撃の結果になったので見ていただきたいなというふうに思います。それではですね、まず、目次になるんですけど、まずはじめにですね、今回の条件について話していこうかなというふうに思います。で、2023年の総まとめとなりますので、2023年のですね、結果全数、何月だっけ、1月、4月、7月、9月ぐらいに、やっておりますので、それらですね、結果の推移っていうのを見ていきたいなというふうに思っています。で、その後、2023年最終版のですね、全数の結果であったり、皇室の1位から10位の方、11位から30位の方、31位から50位の方と、ランク別にですね、集計を取って、職業別ですね、っていうところもやったので見てですね、サポートキャラ、サポートキャラってもうほとんど帽子なんですけど、のランキングを出して最後にまとめをやっていこうかと思います。まずはじめになんですけど、今回ですね、前回からかなり期間が空いてしまって、やろうと思っていてできていなかったんですけど、白卓からアマテラス大神ですね、が来るまでが今回新しくですね、ランキングに入ってくるキャラクターとなります。で、どこのサーバーかというと、私の、今やっているようなサーバーで集計を取ったので、見ていただけると嬉しいです。先ほど言ったように、皇室の順位別ですね、職業別、レア度別まとめてないです。これちょっと前回の残っちゃってますね。大変失礼いたしました。で、まとめています。で、いつもはですね、新強キャラとして、キャラクター上げているんですけど、ちょっと多すぎてですね、もう来るキャラ、来るキャラも基本的に強キャラなので、ちょっと、ここで載せるのはやめておきます。白卓からアマテラス大神の間、もうほとんどですね、アレスとかぐらいじゃないかな、目立って弱かったのって。正直ちょっと多すぎてやばいので、今回は省略させていただきます。で、環境としてはですね、ちょっと前回も同じコメントなんですけど、インフレがですね、爆速進行中なのかなというふうに思います。それでは、やっていきましょうか。まずですね、2023年の1月の結果についてです。ちょっとですね、右側のグラフ、ちょっと途中まで円グラフでやっていて、最近だとですね、棒グラフに変更していて、多少見やすくなってるかなと思うので、ちょっと今回はというか、ちょっと昔の分は許してください。2023年1月ですね、始まった時のランキングとしては、1位がモルドレッド、大谷氏、アウグスス、ショウ、モガミ、リシ、ナタ、タワラトータ、ハンニバル、ヨーセンというふうなランキングになっておりました。リシは 70% の方が、使用していて、この右側のグラフについてなんですけど、ここに書いてある数字ですね、っていうのが、一応ですね、使用率となります。これ全体で50人分のですね、使用率となりますので、100% であれば50人が使っている。割るにしてもらえば人数になるというふうな感じです。で、懐かしいですね、モルドレッドが圧倒的に1位で、大谷氏とかアグスツもまだ使われているような環境でした。一方で、リシですね、こちらのキャラクターに関しては、まだ7割の方しか使用していないというところで、まだこれリシが来て割とすぐに取った集計になりますので、そんな感じになっているのかなというふうに思います。モルドレッドがナンバーワンで、このタイミングで確かエビスもですね、かなり使用率が高かったんですけど、エビスは復活キャラクターとかではないっていうところで、消えてしまったというふうに記憶しています。で、ショウですね、こちらのキャラクター、割とほとんどの方が、取ったキャラクター、初の蓄力成功のキャラクターっていうところで、戦役ですね、1以降も何も考えずに使っていけるっていうところで、ショーですね、かなり優秀なサポート、最強サポーターとして、来ていました。未だに使われているような印象ですよね。で、このタイミングだとリッシが最強の防止として、アタッカーとして君臨しておりまして、使用率も比較的高いっていう風な結果です。弓章としてはタワラトータ、ですね、かなり使用率が高めでしたね。この段階だと、弓章の中ではタワラトータが使われていると。でもタンクとしてはハンニバルも使われていたりするっていう風な感じです。で、モガミ、ナタもですね、MR で一気に強くなったっていうところで、この段階だとまだ使われていたような状態になります。続いて4月の、結果についてです。4月はですね、モルドレッド、
大谷市で李氏が上がってきました。で帰国市も、6周年のキャラクターとしてやってきて、帰国市もかなり使われていると。でナタもかなり使われてますね。で小王クレオパトラ、モガミタワラトータアウグススと、まあ、アウグススは一気に落ちましたね。まあこの3ヶ月で、かなり強力なキャラクターっていうのも増えてきて、大谷市とかも完全に消えていて、まあ、あのこの前回のですね集計ではもうほぼほぼまあ、9割近い方が使っていたにもかかわらず、まあ、アウグススと大谷市はもうほぼ消えてしまったっていう風な、状態に、失礼しました。大谷市はまだ残ってました。9割残ってましたね。アウグススが、まあ、当時で言うと、まあ、復活キャラクターというか、まあ、耐久面的に、まあ、大谷市の方を使っている方が多かったのかなという風な印象です。で、まあ、モガミとナタに関してもちょっと差が開いていて、まあ、ナタの方がですね、受けられる攻撃の回数が多いので、まあ、使われているのかなという風に思います。まあ、モルドレッドがナンバーワンっていう 100% の使用率という風な感じです。今からちょっと考えられないですね。で、大谷市はまだまだ使われていて、ショーがまあ相変わらずサポーターとしては最強ですよと。で、リスト帰国士ですね。まあ、これらはセットで使うと相乗効果、まあ、どちらかというと、リシ側に相乗効果があるというところで、まあ、あの帰国士に関しても、あの燃焼ですね、解除されなくなったりするので、まあ、これら2名ですね、まあ、組むことによって、まあ、最強の防止タッグが降臨したというふうな感じです。で、まあ、相変わらず弓将はタワラトータというところで、まあ、この段階だと K がいたのかな。いたっけ？あ、いないかもしれない。うん、まあ、あの弓将だとタワラトータが使われているような状態で、タワラトータの時代も結構長かったですね、弓将だけに絞れば。で、モガミになったっていうのも、まあ、まだまだこの段階だと現役というふうな感じです。続いて7月になります。7月もですね、まあ、あんまり変わり映えはしないんですけど、まあ、結構優秀なキャラクターたちが来ていて、1位モルドレッドで、リシ、帰国し、小王、この辺、ここまではほとんど変わらないんですけど、この後に、まあ、新キャラが来ていて、クレオパトラ、で、ナタ、ケイ、紫式部、ブリュンヒルド、レオニダスという風になっています。まあ、この段階だと、まあ、未だにモルドレッドがナンバーワンなんですけど、一気にですね、大谷市が消えてしまいましたね。まあ、どんどん、4回復活とか、まあ、クレオパトラはそんぐらい復活したと思いますし、紫式部も結構復活できるキャラだったと思うんですけど、こういったキャラクターが来る中で、まあ、大谷市っていうのはもう消えてしまったというふうな感じになります。で、リスト帰国士ですね、こちらの使用率っていうのは相変わらず、優秀で、まあ、リシも息が長いキャラクターとしですよね、まあ、かなり、優秀なキャラクターだったのかなと、まあ、こんなに長く続いているのも珍しいので、かなり優秀です。で、弓将はですね、世代が変わりまして、 K が、まあ、一番使われているような状態になりました。で、紫式部、ブリュンヒルド、レオニダスですね、これ確かこの周期を取ったタイミングで割と直近に来ていたキャラクターたちだったのにもかかわらず、下の方に、まあ、8位、9位、10位とランクインしているっていうところで、まあ、まだ育成不十分な方も多かったと思うので、かなりの方が取ったんだなっていうふうに感じます。まあ、MRC の時代がここから始まったというふうな感じです。次が9月かな、2023年の9月の、全数の結果となります。で、ここからですね、棒グラフになったので、見やすくなっていたら嬉しいです。で、まあ、1位から言っていくと、帰国士、李氏、まあ、ここは相変わらずですね。で、モルドレッド、まあ、前回は 100% 使用率だったと思う、あ、違うわ、92% か、まあ、一番使用されていたんですけど、ちょっと帰国士、に負けちゃいましたね。で、マーリン、ブリュンヒルド、カエサル、クレオパトラ、レオニタス、ショー、タケミカズシという風になっています。まあ、特に再販があったわけではないんですけど、帰国士に関しては、まあ、あのちょいちょいですね、サーバーが変わっ、ユニバーサルのサーバーが変わっているので、まあ、ちょっと同じ人たちで、まあ、引退されてる方とかもいらっしゃったり、あの上がってきてる方とかもいらっしゃったりするので、まあ、人の入れ替わりっていうのが激しいので、まあ、ちょっと一概にあの使用率っていうのは言えないんですけど、まあ、ちょっと再販があったわけでもないんですけど、帰国士がまあ 100% の使用率となっています。で、MRC ですね、軒並みランクイン、マーリンとかめちゃめちゃ強いですよね。マーリン、ブリュンヒルド、タケミカズチ、この段階で確かこの3名、あ、ウンチュ君いたわ、あの主にこの3名が MRC として来ていたんですけど、あのみんなですねランクインしているという風な状態です。で、カエサルですね、花嫁が来たっていうところで、まあ、カエサルも使われているという風な印象を持っています。で、
ちょっとこの9月の結果を見ると12月の12月、うん、まあ12月かの結果を見るとちょっと違和感あるんですけど、これからかなりですね、なんか順位が変動しております。まあ最近だとフルンヒルドの再販が来たっていうところで、ようやくですね MR 制の再販が始まったのかなっていう風な印象なので、まあマーリンと、竹見和地、まあ約倍近い、使用率の差があるっていうところはですね、再販とか来てないんで変わってないと思うんですけど、今からですね12月というか、まあ2023年の最後の公室の結果から出したランキング出していきますが、ちょっとびっくりしないでください。私は結構びっくりしてます。それでは今回の結果の全数となります。まあ、ランキングで言うと、帰国子、李氏、ブリュンヒルド、孫権、モルドレッド、竹見和地、マーリン、あれって感じですよね。竹見和地とマーリンが同じ使用率になってしまいました。でカエサル、クレオパトラ、リオニダスという風になっています。まあ相変わらずですね、帰国子と李氏、これらがまあ1位、2位っていうところで相変わらず使われていて、まあ、特に帰国子が使われているっていう風な印象です。で、私ですね、先日2023年の MVP のキャラクターですね、は誰だっていう風な動画を上げたんですけど、まあ、そこでですね、帰国子を上げさせていただきました。まあ、やっぱりですね、火力、特に火力ですね、今で見ると、ちょっと耐久面はいろんなキャラクターに追いつかれたかなという風に追いつかれたというか、追い抜かれたかなと思いますので、まあ火力が強いのかなというふうに思うんですけど、相変わらず帰国子の使用率っていうのは高くて、まあ個人的に MVP と思っているというよりは、まあ放置少女全体で見たときに、まあこのキャラクターが2023年の MVP と言っていいんじゃないかなというふうに思っております。で、ブリュンヒルドですね、MR 制だけで言うと、ブリュンヒルドが一番ランキングとしては高いっていう風になっていて、まあ、それなりに人気というか、まあ、初の MR 制っていう新しいリアリティが来た時に取った方が多かったのかなという風に思います。いや、これはちょっと個人的にはですね、びっくりしました。なんでって感じですね、正直。なんでマーリンとかが下に来ちゃったのっていう風なところです。で、まあ、このタイミングで、まあ、一番私の中で衝撃だったのは孫権なんですけど、まあ、ぶっ壊れた孫権もですね、ランキング4位っていうところで、かなりですね、の方が使っているんだなっていう風な印象です。まあ、正直 UR 戦が来た時まではかなり時代を作っていたキャラクターなので、まあ、花嫁の時はちょっと下火でしたけど、UR 戦が来たと、まあ、UR 戦前持っていた方が多かったので、このような結果になっているのかなと思います。まあ、私も正直ゼロから取ってもいいかなって思ったぐらいなので、かなりですね、まあ、優秀なキャラクターだったんだなという風な印象です。で、まあ、個人的に闘技場最強のマーリンですね、っていうのは6割の方っていうところで、なぜか減っている。まあ、ちょっと人も変わってるっていうところもあると思うんですけど、意外と少ないなという風には思いました。まあ、私も持ってないんで、なんとも言えないところではあるんですけど、マーリンと竹見和地がまあ同じぐらいの使用率っていうところがかなり驚きましたね。まあここに関しては、まあ人が変わったからなのかな。まあ一応、マーリン持ってたらみんな使ってると思うので、まあかなり販売からも期間経ったと思うので、まだ育成してないっていうのは考えにくいと思うので、まあちょっと人の変化によるものなのかなというふうには思いますが、まあ、ランキングで言うと1、2、3、4、5、6位ですよね。同率6位っていうところで、あんまりですね、まあ、使われてないんだなぁと思いました。それではですね、ここからは公室の順位別の、ランキング見ていくんですけど、ここからもかなりちょっと驚きの展開が多いような気がするので、あくまで全数の結果は帰国子がナンバーワン、これを覚えておいてください。それでは1位から10位の方の、まあ、割と上位の方ですね、の、公室の使用率のランキング見ていこうと思います。まず1位から10位です。ここはもう全然違います。環境だな、環境を表してるなって思います。まず、竹見和地とマーリン。これらが9割の方が使用していて、1位です。いやー、やっぱり、いや、そうだ、強いのはやっぱりここなんですよ。竹見和地もなんやかんや使われているなっていうところで、めちゃめちゃ面白いなと思いました。で、その次に、孫権、工芸、ブリュンヒルドが、まあ、同率2、2、3位って言えばいいのかな。まあ、8割の方が使用しているっていう風な感じで、まあ、工芸ですね。まあ、私が思う最強の弓将では、まあ、弓将、まあ、武将と呼んだ方がいいかもしれないですけど、とは思ってるんですけど、まあ、工芸も相変わらずというか、まあ、ランクインしていると。
で、その次に帰国子が来て、まあ帰国子もなんやかんや上位層でも使われてるんだなというふうな印象です。で、アポロ、レオニダスと、来て、宮廷元女。で、白卓、猛角、クレオパトラと。まあクレオパトラもだいぶ下火になってきたなというふうな印象で、宮ちゃんと白卓と猛角ですね。この辺は最近のキャラクターなんですけど、まあ強い方は使用されているんだなというふうな印象があります。で、驚いたのがアポロですね。結構使ってる方いらっしゃるんだなっていうところで、まあ火力はかなり高くて、まあ他の弓将がいればいるほどアポロの価値っていうのもの上がっていくかなと思うので、ちょっと弓将の時代来てほしいなっていうふうには思いました。まあ全体とはですね、大きく異なるランキングになっております。まあやっぱりトップ10の方はですね、強いキャラクターを使ってるんだなというふうな印象です。で、ここまで来ると李氏はもういなくなってるんですよね。帰国子は割と使われているんですけど、李氏っていうのは消えているっていうところで、まあ李氏か帰国子どっちを先に抜くかというと、まあどちらかというと李氏の方になっているのかなというふうに思います。武三一、マーリン、孫権、コーゲン、ブリュンヒルド、まあこれらのキャラクターっていうのはもうほとんどみんなですね使用しているというふうな状態です。アポロであったり、まあバッファーたちですね、キューちゃんとかハクタクとか、まあこの辺のバッファーっていうのも、まあ使用率としてはまあ高くなっていくん、今後高くなっていくんじゃないかと思います。まあこの下には大使命とかもまあいたりするんで、まあバッファーですね、最近強力になってきたのかなというふうな印象です。まあさすがに将王はいなかったですね、このランク帯には。それではですね、次は中間層を見ていこうと思います。全体と1位から10位が全然違うというところで、この11位から30位と、まあ1位から10位全然違うというふうな感じになってます。ここはですね、帰国子、李氏、モルドレッド、孫権、ブリュンヒルド、カエサル、マーリン、武三一、レオニダス家というふうになっています。11位以下ですねっていうのは、まあ帰国子、李氏の、まあ時代が来てますね。相変わらず李氏の使用率かなり上がってますし、帰国子も9割の方が使用している。まあしかもモルドレッドも、まあ未だにこの3名ですね、まあ、この3名どちらかというと2022年から3年あたりを支えたキャラクター、まあ帰国者、まあ、まあ2022年からやってきたキャラクター、リシモルドレッドなんですけど、まあその時に撮った方がまだずっと使っているっていう風な感じです。で、キャラの入れ替わりも少ないことが分かりますよね。まあ孫権は上がってきてますけど、孫権は多分 UR 戦を持っていた方が多かったからこうなってるのかなというふうに思うので、まあそういう意味ではキャラの入れ替わりっていうのは少ないのかなというふうに思います。下の方に、まあ、マーリンとか、武三一氏とかいるので、まあ、既存キャラクターで頑張ってる方が多いのかなと思いますね。まあ、MR 性の使用率ですね、そこまで高くないのかなと思います。ブリュンヒルドが一番高いぐらいですもんね。まあ、これまで使われてきた孫権が、まあ、ここに来て大躍進しているっていうところで、個人的にはですね、かなり嬉しい結果なのかなというふうに思います。ちょっと今コップを、に手が当たって揺らしてしまって大変申し訳ありませんでした。次はですね、31位から50位の方のランキング見ていこうと思います。それがこちらで、まあほとんど変わらないですね。まあここの層がほとんど変わらないから全体のランキングがああなってるんですけど、ここの層は帰国子と李氏ですね。まあ同じ9割の方が使用しているというふうな状態です。まあ李氏もかなり使われてますね。で、ブリュンヒルド、モルドレッド、武三一、クレオパトラ。で、孫権が結構落ちますね。まあ孫権をやっぱり持っている方っていうのが、それなりに上位に上がってき、まあ、中間の、層に入ってきてるのかなというふうに、孫権を持っているか持っていないかで、まあ、30位の境目ができてるのかなというふうに思いました、この結果からは。で、マーリン、カエサル、モモチタンバというふうになっています。李氏、帰国子ですね、この辺がやっぱり猛威を振るっているような環境なのかなというふうに思いますね。防止が強いっていう環境です。で、孫権はまあ中間層の方が使用というか、まあ孫権を持っている方が中間層に入っているのかなというふうな印象をここでは持ちました。で、マーリンに関しては半分の方しか使用してないというふうなところで、まあここはちょっと意外でした。で、弓将はモモチが使われていて、さっきまではKが、まあ中間だとKが使われていて、上位だとコーゲーとかアポロが使われていたんですけど、まあ弓将はまあモモチが使われていると。で、武三一ですね、っていうのが、まあ意外とですね、
どこのランキングでもまあ入っているっていうところで、まあ私はですね、撮った時は後悔してなかったんですけど、タイミング的にちょっと後悔したキャラクターとして武見和地あげたんですけど、まあその後にすぐ白卓が来たっていうところで、まあでもですね、結構武見和地使われている方が多いっていうのは個人的には嬉しいなと思ってます。まあ武見和地自身も結局他のキャラクターをサポートすることができるんで、今後の環境次第ではですね、どん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 評価上がっていくようなキャラクターになりますので、別にですね、今そんなに使われていなくても将来的にはですね、かなり使われている、まあ一家に一台じゃないけど、陣容にですね外せないキャラクターになっていてもおかしくないんじゃないかなと個人的には思っています。それではここからは職業別ですね、にランキング見ていこうと思います。まあ武将とか、弓将ですね、特に、のランキング見てもらいたいなと思うんですけど、まあ、全体のランキングではですね、ちょっと消えていたキャラクターも、職業別にすると出てきたりするので、そういったところを見てもらえると嬉しいです。それではまず武将編となります。まあ最近はですね、ちょっと下火の武将ではあるんですけど、使用率で言うとブリュンヒルトが1位ですね。ちょっとこれはこれで意外なんですけど、結局ブリュンヒルトなんかいってところはありますけど、再販で増えたわけじゃないと思うんですけどね、さすがに、ブリュンヒルト、孫権、モルドレッド、タケミカズチ、カエサル、クレオパトラ、レオニダス、紫式部、大谷氏、ナタと、まあオエスとナタに関してはもうほぼほぼ使われてないですけど、まあそういったランキングとなりました。まあ、実はブリュンヒルドが第1位で、まあブリュンヒルドはですね、なんやかんや、まあ一応タンクとしての道も残っているので、というか火力そんなに高くないんで、どっちかというとタンクの道の方が今はあるんですけど、意外と使用率が高くて驚いています。私はもう今から取るつもりは全くないんですけど、意外とびっくりしてますね。で、まあ、一番のタンクキャラクターとしては孫権ですね、が2位に来ているっていうところで、まあもう武将を支えているのはタンクっていう風な状態になっているのかなというふうに思います。まあ花嫁枠としてはカエサルですねっていうのが、まあ5位かな、にランキングしていて、まあ意外と半分ぐらいの方が使っているっていうところでびっくりしてます。で大谷氏ですね、一応一部の方がまだ使われているというか抜けていないっていうだけだと思うんですけど、まあ一部の方は未だに使用しているという風な状態です。まあ私はもうバッファーは結構取っているので、大谷氏を入れるのであれば、まあ、バッファーを入れようかなというふうなところではあるんですけど、まあ、そういったランキングとなっています。次にですね、帽子見ていこうと思います。次帽子なんですけど、帰国子、李氏、マーリン、ここが3強ですよね。で白卓、昭王、九天玄女、モーガン、大使命、アマテラス大神、安倍の生命となっています。まあ李氏、帰国子、まあ周りにあたりまでですね、というのは健在です。でまあちょっとさっきまでは見えていなかったんですけど、サポーターとしての将もですね、白卓の下にはいます。でまあ半分ぐらいバッファーですよね。あとでサポーターだけをまとめたですねランキングも出すんですけど、ほとんどバッファーなのかなというふうに思います。でアマテラス大神ですね、これアマテラス大神が来てから割とすぐのランキングというか初週のランキングではあるんですけど、このキャラクターですね、まあ、10% とはいえですね、入ってるのは少し嬉しいです。まあ、多分まだ育成途中の方とかもいると思うんで、ここからですね、使用率上がるかなと思うんで、結構楽しみなキャラクターですね。私も使っていてかなり満足しているキャラクターなんで、まあ、上位の方がどれぐらいこれからですね、テラソオミカミを入れるのか、まあ、個人的には2枠目に入れると結構強いなと思ってるんですけど、かなり楽しみなキャラクターだなというふうに思っています。次に弓将になるんですけど、弓将ですね、まあアポロが1位っていうところでかなり面白い結果に、一番最近来たキャラクターが1位って結構珍しいかなと思うので、かなり、嬉しい結果になったと思います。まあただ弓将ですね、そもそもちょっともう5種類しか使われておりませんで、アポロ、桃地、ケイ、コウゲ、タワラトータとなっています。まあ桃地が来た時は結構インパクトでかかったかなと思うんですけど、まあ桃地と K 私も使っているんですけど、まあこれらが2位3位と来て、まあ工芸ですね、まあこのキャラはめちゃめちゃ強いんですけど、
うん、いや強いですよ。もう欲しい、私も欲しいんですけど、まあ、ちょっと使用率としては低め、まあ、ちょっとインフレが進んだ時期だったので、まあ、取れない方が多かったのかなとは思いますけど、まあ、2割ぐらいの方が使用しているというふうな感じです。まあ、言うてもマックスで 34% なんで、まあ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 って感じですけど、ついに、まあ、ただアポロが来たことによって、まあ、ついにやってきそうな弓将の時代というふうな感じです。まあ、アポロが第1位となったっていうところで、まあ、強さがですねよくわかるかなというふうに思います。でアポロが来たことによって、まあ、ちょっと桃地と K は自前で残影張れるんであれなんですけど、まあ、アポロが来たことで他の弓将ですねっていうのも残影がですね誰でも張れるようになったっていうところがあるので、まあ、非常にですね弓将の時代来てほしいなっていう風に個人的には思っています。いやアポロ、まあ、確かにアポロ結構見かけますもんね。まあ、ただ1位なことは結構びっくりしました。最後にですねサポーター編を見ていこうと思います。まあ、私が勝手にサポーターと思ってるキャラクターを並べたんですけど、ランキングとしては、まあ、ちょっとサポーターじゃないやんっていう意見もあると思いますが、白卓、小王、九天元女、大使命、アマテラス、大神で、小キビ、陽気比、劉備、座敷わらしで、まあ、ちょっとここは疑惑つきかもしれないですけど、ギワ、ニビアンとなっています。まあ、アマテラスもちょっと疑惑があるかもしれないですけど、まあ、そんな感じです。まあ、2% ってもう1名の方しか使用してないような状態なんであれなんですけど、まあ、白卓がまあ1位っていうところも、まあ、白卓ですねバッファーとしてきた時の衝撃がかなり大きかったので、まあ、うなずけるかなと思います。で、まあ、ちょっともうサポーターに関してはですね、このキャラが使われているっていうのは、まあ、白田くん、超急転芸人までかなと思っていて、まあ、あとはちょっと点々と使われているような印象です。まあ、まあ、大使命とアマテラスも使われていると言ってもいいか。まあ、それ以下はですね、結構もう、小キビはかなり強いと思っていて、まあ、結構取った方もいるんじゃないかなと思っていたんですけど、なんか、とりあえず入れとけってキャラクターなんで、もうちょっと上に上がってもいいかなと思ったんですが、あれか、連携スキルで使ってんのかな。うん、ちょっと連携スキルまでは見てないので、もしかしたら連携スキルでかなり使われてるのかもしれないです。まあ、陽気比も同じですね。連携スキルではかなり使われてるような印象はあります。それではですね、最後にまとめになるんですけど、まあ、MR 制がやってきてですね、インフレはかなり、キャラのインフレが今年はとか2023年は大きく、進んだと思っています。2022年はなんか、キャラ以外のところでかなりインフレしたような印象はありますけど、装備とか、連携スキルとか。まあ、今年は、2023年はもうキャラのインフレがどんどん進んでいって、まあ、正直ですね、みんなついていけてないような印象がありますね。もう2022年のキャラクターが未だに上位に上がってきているっていうのは、まあ、そういうことなのかなというふうに思います。まあ、なので、まあ、ちょっとトップ層とそれ以外では、使用しているキャラクターがもう全然なんか違うんですね。別世界になってしまっているのかなというふうに思いました。まあ、最新のキャラクターはですね、やっぱり強い。のはまあ上位層の使用キャラを見ていると、まあ、強いっていうのはよくわかるんですけど、まあ、ちょっとですね、まあ、キャラ上位層の方のキャラの入れ替わりっていうのはかなり激しくなっていて、まあ、下の方の方ですね、上位ではない方に関しては、まあ、同じキャラクターをずっと使い続けているっていう風な環境になっているのかなというふうに思います。まあ、少し最新のキャラクターを入れた方が、まあ、中間のところに、来ているという風な印象を持ちました。今回の動画はここまでにしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、メンバーシップの登録、X のフォロー、高評価、チャンネル登録、スーパーサンクスよろしくお願いいたします。